轟、そして添入り、ここでです。藤原の塩川、ゴール前に終わりました。さあ何を焦るか、低いセッタリング、離して添えた、エヴァー相手、読みにクリアです。ジョルディーノ、どうだ、ジョルディーノいいプレーです。まだボールをキープ、シュート、藤川がチリ掴みました、さあまたさあ数です。ユネブラボールを持って突進回しています。トヨタがチャンス、まだ持っている、ジョルディーノがトルコ上げた、まあ、キャラですね、これ絶妙ですよね。これパンチしながら入ってますよね。もう入ってますよ、もう間違いない。あれ、その高田が倒れました。さあ高田が1人倒れて、あー、今度は自分で倒れてしまいました。今のラモスがよく動くんですよね。左へボール振りました。これもね、結構ね、これね、サマイリ君、入ったと思ったでしょ。そうですね、素晴らしいトヨタのシュートだったんですが、私もね、これ違う曲のスポーツニュースで見たんですけども、昔西ドイツイタリアのワールドカップメキシコ大会のさあトヨタがチャンス、フリシューマイ、そしてロビングボール、もう一回ジョルディーノ、ジョルディーノよく戻っています。ロングシュート、読売が殺到しましたが、ダメ、これはあ、でも触れるの、あ、そう、でも腕が上がってないから、うん、ここにあったんですよね。でもあれハンド取られると思った。だってこれね、本当にもう一本あったんですね。そうそう、引き取らなくてもいいんだけど、守りました。ここで取っちゃうとまた選手かわいそうな、でも今さあ顔を下げて、大橋がパンチ、まだ余裕です。ジュニーノがボールをしかし捉えました。今度はトヨタがチャンス、一人少ない10人の攻めているトヨタ、吉田が一人かわした、大橋が行く、これはオフサイド、これは低いボールでシュート、でも枠に行っても、もう一度ジュニーノ、今度はアイマークリシュート、フリシューマンのヘディングシュート、これは入ったと思いましたよね。ポストに当たりました、これフリだったんでしょ、この時も。そうですね、キーパーがかぶったような、かぶってますね、感じですね、あ、かぶっただけですね、これ頭には一応当ててるのか、じゃあそして高田を落としました、左が立ち合いの一人かわしてセンタリング、さあ高田、シュートはダメ、高田が突っ込まれました。さあまた余裕です、トスがトニール、トニール、そしてカズ、カズがゴールキーパーを倒してシュートになった、ゴールイン、カズのシュート、読売が先制、後半の16分、読売1対0、カズが踊っています。ラインが入ってしまったというやつですよね。トヨタさんが気をつけてたというこのラインでフリーにしてしまって、ラモスさん、トニーニョ、カズ、カズというこのラインはやっぱり今日本ですごいラインですもんね、よく決めてくれましたね。やっぱりカズがやりました、三浦和義、この時期やっぱりこの1年いいところで、ねえ、もうこの前の選手もね、やっぱりカズがやりました、
今シーズン2年目で6得点9アシスト、この際の大きい花開きました。クリシウマのシュートは左に外れました。よく堀池君はもうすごいカバーリングしてこれましたね今ねえ、その前やっぱりまたあの澤井君からボール出たんですよね、はい、うん、これをクリシウマで堀池は左にもうちょっとボールがトラップが落ちてれば簡単にいきます、ね、ジョルジーノ直接狙ったんでしょうか。藤川懸命に逃れました。もう一度トヨタのコーナーキックです。素晴らしいプレーでした。油断はできません。読売トヨタです。読売ピンチが続きます。さあジョルジーノまた狙ったまたコーナーキック。トヨタ藤川が懸命に逃れました。ちょっと低いボールだ。中ヨタヨルグラクリシウマ頭で繋いでもう一回トヨタでしょ。ドンフリーにしてしまいましたですね。カスのボール良かったんですね。なんかトニーもよく見てるんですよ。縦パス。心にくいばかりの打ち方です。このとこキーパーのポジションで難しいんですよね。誰もいないゴールに飛び込みました。ドンフリーも回さないのね。ね、トニーよね。すごいやね。このキーパーの出るタイミングはキーパー経験したら分かると思うんですけども、こういう VTR を見てもうちょっと遅かったらよかったかなって今頃思ってるのかな。そうですよ。いいシュートだったんですよ今。僕ね多分これ入ったなとか思ったんですよ。あ、そうですか、ね、横にいてあこれ入った綺麗に入ったなって。キーパー全然届いてないからちょっとあとボールが出たかと思ったんですが、ペリクレスが前に出ていました。出身の藤川カリオパルスネグロ
これ攻めてほしいですね。おめでとうございます。スリーポイントカップ優勝。トヨタも試合終了間際1点を返しました。本当にいい試合でした。2対1、読売がトヨタを下してゼロックスチャンピオンズカップ優勝です。いやー、いい試合でしたね。